はい、皆さんこんにちは。今日はジャムおじさんのパン工場かまどの前を紹介するよ。だけどね、昔ねパン工場を紹介した時にこういったパン工場を紹介したことがあるんだけど、これこうやって回すとね、ほらジャムおじさんがねパンをこねるんだよね。これまたこう可愛いんだよね、こねこねしてるところが。ほら、そしてアンパンマンの顔が煙突を押すと、煙突を押すと、ほら顔が困った顔になったりするんだよね。こういったのを紹介したことがある。今日紹介するのはなんとこれ、じゃーん、見えるかな。これねアンパンマンのパンをね、こうジャムおじさんがこねてるんだけど、これ後ろにこうやってタイヤがついていて、回すとねこの中のこのパンがコロ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 転がるんだよね。見えるかな、ほらこんな感じ。もうちょっとかな、よいしょ。ちょっと向こうから押してくるからパンを見ててね。ほら、パンがねくる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 と変わるの。しかもねこの中にある一つだけのパンがアンパンマンなんだよね。今見えるかな、これアンパンマンじゃないんだよね。ほらただのパンなんだよね。これね一つだけアンパンマンなんで、ちょっと見せてあげるね。今こうやって転がしてるとアンパンマンが出てくるんだよね。一個だけ、あれまだ出てこないね。出てきた、これこれ、ちょっと見える、一個だけアンパンマンなんだよね。ほら顔がちょっと見えるでしょ、ここ。ちょっと待てよ、こうやって振ったら少しは顔がこっち向いてくれるかな。あ、出てきた、ほーら、ここここアンパンマンが一つだけ混ざってるんだよね。これを見つけた時はちょっとテンション上がっちゃったな。こんな感じでパン工場、何かにねここつなげて遊べるみたいなんだよね。他のおもちゃにつないでこう引っ張ってみたりとかできるんだね。こんな感じで楽しかったかな。他の動画も見ていっぱい楽しんでね。これねちょっとね反対走行もほらできるね。実は結構なんかこうやみつきになりそうだね。学校の授業とか受けてたらこんなんあったらずっとこれをやってちゃいそうな感じなんだけど、みんな楽しかったかな。また見てね。アンパンマン。来た。でね。みんな動画は楽しかったかな。じゃあ次の新しい動画が見れるようにチャンネル登録しておいてね。またおすすめの動画は上の3つの動画になります。はてなになっているので、どの動画がいいか探してみてね。